まあ、お悩みをね、抱えた者たちが多分凸してくれると思うので、まあ、その方のね、お悩みを、ミコ様が、ズバッと解決してくれるという企画になっております。あと、おみくじをね、やります。そう、おみくじを引いてあげる。そう、っていう感じになっております。まあ、ミコはエリートなんでね、まあ、もうズバズバズバッと。まあ、去年もね、すごい素晴らしい形で解決しておりましたから、今年も大丈夫でしょと、いうこと。では、まあ、早速、降臨していただきますか。年に一回しか現れない巫女様。それじゃあちょっと氷の準備してくるんで、ちょっとお待ちください。誰だ。巫女の名を呼ぶ者は、また、この季節が、やってきてしまったのか。巫女様、ご降臨。皆の者、お久しぶり。桜巫女です。桜神社でエリート巫女としてやってます。巫女のことは巫女様とか呼んでください。